シーロ・アレグリアバさんは、ペルー・ラ・リベルタ県出身の小説家、ジャーナリスト、政治家。代表作に、インディヘニスモ小説の、黄金の蛇、植えた犬、広い、無縁の世界がある。1909年11月4日、ペルーのラ・リベルタ県に生まれ、少年時代より、アメリカ州の先住民族やインディオに関心を示していた。その後、トルヒーヨ国立大学で学び、 地方紙のジャーナリストとして原住民の貧困さを書いた。1930年はアメリカ革命人民同盟に加わるものの反政府運動を行い幾度か投獄された。1934年、ついには国外追放を余儀なくされ地理に亡命。翌年の1935年、亡命先の地理でインディオに関する小説、黄金の蛇を表す。 1948年までアメリカに渡り、プエルトリコ大学で教鞭を取った。1957年、ペルーに帰国。後に、ペルーの大統領となるフェルナンド・ベラウンデ・テリーの政党、人民行動党に入党し、1963年に大議員の国会議員を務めた。1967年2月17日、リマで亡くなる。 アレグリアの作風は主にマラニョン川やアンディスに住むインディオの生活を描いたスタイルである。ありがとうございます。